レッチ、卒業おめでとう。ありがとう。まずは、今日、ね、風邪で来れなかった今度からお手紙が届いたので。阿部さんへ、卒業おめでとうございます。そして、一緒にステージに立てなくて本当にごめんなさい。阿部さんとの思い出、すごく心に残っていることは、5期メンバーが入って間もない頃、歌やダンスがうまくいかなくて悩んでいる時に、私たち4人に手紙をくれたのがすごく嬉しかったことです。これからも素敵な阿部さんでいてください。私は早く風邪治します。はい、この遊び
ありがとう。今度ね、早く元気になるんだよ。じゃあメンバー一人ずつ。阿部さん、卒業おめでとうございます。ありがとう。車の中で二人で話してた時に、頑張ってる田中が好きって言ってくれたことがすごい思い出に残ってて、すごいもっともっと頑張ろうと思いました。だから見届けて、見守ってってください。うん、ちゃんと自信持って頑張るんだよ。はい、うん。阿部さん、卒業おめでとうございます。はい、ありがとう。私は阿部さんの笑顔が大好きです。だから、うん、これからもずっと笑顔でいてください。しげさんの笑顔も可愛いよ。笑っててね。うん。今度どうした？今度、うん、一緒にプリクラ撮ってください。はい、撮りましょうね。おめでとうございます。はい、ありがとう。皆さん、卒業おめでとうございます。はい、阿部さんには本当に入ってから本当にいろんなことを教えてもらって怒られたし、でもたくさん褒めてもらえたし、いろんな話ができてすごい嬉しく、今度阿部さんがジャージを買いに行くとき一緒に襟もついて買いに行きます。はい、おめでとうございます。ありがとう。はい、ミキはですね、最初入ったときになかなか会話するきっかけがつかめなくて、こうあんまりお話できなかったんですけど、どんどん話すうちにすごい楽しくて、もうすごいなんか、なんだろうな、いつも笑ってて、なんかすごいどんどん阿部さんがすごい大好きになってたんで、これからソロになっても頑張ってください。うん、そしてミキのこと見ててください。頑張るんだよ、見てるからね。ありがとう。卒業おめでとうございます。ありがとう。阿部さんが卒業しちゃうのはすごく寂しいですけど、阿部さんが大好きで憧れて入ったモーニング娘。でこれからも頑張るので、いろいろまたアドバイスしてください。大好きです。はい、ありがとう。卒業おめでとうございます。ありがとうございます。阿部さんはとても強くて、すごく私も強くならなきゃとか、すごい勉強になるんですよ。私も阿部さんに負けないぐらい頑張りますから。はい、名前も直しますから。お互いね。はい、これからも阿部さんを応援し続けますから。はい、娘を愛し続けてください。うん、大好きよ。大好き。
部さん、はい、卒業おめでとうございます。ありがとう、まこと。私が壁にぶつかって悩んでる時とかに阿部さんが言ってくれた神様は乗り越えられる人にしかピンチを与えないんだよって言ってくれたことをすごい心に残っているので、これからいろんなことを乗り越えて阿部さんと久しぶりに会った時に、お坊ちゃん成長したねって言ってもらえるように頑張るので、見ててくださいね。と見てるから頑張るんだよ。阿部さん大好きで、ありがとう。言いたいこといっぱいあるんだけど、なかなか出てこない。はい、これからも一緒に遊んでね。また一緒に焼きそば食べに行くね。分かったよ。どうした？言えなかったんだけど、ずっと憧れの人でした。大好き。おめでとうございます。ありがとうございます。言葉じゃ言えないんだけど、阿部さんの毎日の姿を見ていっぱい勉強したし、頑張ろうと思ったし、これからもそんな阿部さんが大好きです。頑張ってください。ありがとう。おいで、大丈夫？
さん、卒業おめでとうございます。ありがとう。阿部さんとは約4年ぐらい一緒にいて、本当に私もメンバーのみんなも阿部さんにすごい支えられてきたと思うんですよ。やっぱり阿部さんがずっと笑顔でいられるような娘で居続けたいと思います。ありがとうございました。ありがとう。卒業おめでとう。ありがとう。ほんと寂しくなるな。夏とはいっぱいすぎて、夏のいない楽屋とか夏のいない曲とかあんまり考えられないんだけど、とにかくナッチの愛したモーニング娘。はかおりとおいらのお姉さんで引っ張っていくから安心してください。頼むよ。とにかく、一人でいっぱい悩み事があったら周りに支えてくれるたくさんのスタッフの人や応援してくれるみんなやモーニング娘。のメンバーがいることを忘れないでください。いろいろありがとう。ナッチありがとう。矢口にはいっぱい支えてもらったよ。卒業おめでとう。ありがとう、かおり。モーニング娘。なって6年間